全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。うわー、どうしてあんなに上なのに、これこんなもんかよ。ということで今回は、カンカン同率人気就職先ランキングというテーマでお送りしたいと思います。画像で2022年のカンカン同率の就職先企業&団体ランキングはこちらになります。今回関西っていうことで就活生の時ちょっと気になってたんですけど、人事目線から見て関西の就活生と関東の就活生評価基準とか違ったりするんですかね。例えばカンカン同率だとあんま知名度がないから関東でいうマーチと同率評価されないんだよねっていうのを。そんなことないと思いますよでも実際のところどうなんかなっていうのをちょっと聞きたくて。基本ほぼ同列だと思っていいと思いますよっていうとマーチの人怒ったりするんですけど、はい、偏差値帯で言うともちろん、うん、でもそうすると同志社の人が怒るんですよ。カンカン率と並べんじゃねえみたいなこと言ったりする同志社の人もいたりしますし同志社がやっぱり関西ではレベル高いんですかみたいですよ。偏差値で言うと、カンカンの率は圧倒的同志社落ちて他行きましたみたいな人も結構いるらしいんですけど、でもそんな言い出したらキリないんでっていう概念でいくと、いわゆる例えばその就活イベントとかも一定高学歴と呼ばれる人たちを対象に集めてますよっていうところは、例えばご提案とかも僕も人事なんで受けますけど、いわゆる G マーチカンカン同率以上が集まってる会です、イベントですっていう話し方されるわけですよ、うんっていう風にくくられてる時点で多少の企業の差はあれ、一般的な世の中の高学歴帯を求めてる会社はそこのレンジを求めてるから、そのくくりを人材会社もして集めてるわけじゃないですか、うん、よくネットとかでなんか同志社が1個頭抜けてるみたいな、総計並んでるっていう主張する方もいるんですけど、その同志社のくくりっていうのはどういうくくりになるんですか。カンカン同率です。あ、カンカン同率なんですか、はい、そこの厳密なのが欲しいよな今資格は欲しいっていうか、結構これどうなんかなっていうのは気になってます。でも関西人から見てちょっと同志社は頭抜けてる感とかはね。いや多分7からしたら、いや7からしたらそうですけど全部もう確かにカンカン同率の中にも上下関係みたいなのがあって、それこそ寛大とか寛学はちょっとやっぱ弱いみたいなイメージもあったりとかはするけど、就職ってなったらもう誤差みたいなイメージなのかな。じゃあもう同志社はマーチと同率に扱われるみたいな感じですか。扱われたいらしいです多分。あでも逆にでも同志社の人とかあれですか、マーチの下の方とか下に見てるじゃないですか。関西ナンバーワン私立ってよく同志社の方おっしゃいますもんね。それは東京のナンバーワン私立には同等の評価は就活指導されない傾向が強いみたいな。総計の枠にもちろん入んないですよ全然。どうでも良くないのか、良くないから昔からこのテーマがあるんですね。どうでもいいって僕らは思いますよ。いや僕も思いますよ。やっぱこの視点が動画には大事という、っていうことですよね。いいですよね、これね。ニーズがあるようですね。でもなんか僕それこそ関西ですけど、同志社立命館の方がキラキラしてるイメージはあるというか、関学とか関大の方がまあ硬い。あえて内定チャンネルの存在を言うんであれば、普通の一般の関学キラキラとかではなくて、はい、人事から見た時にどういう括りなのっていう答える唯一のチャンネルだと思う。ああイメージ。ですね、自社の採用が来るときに話してる感じに似たようなレベルだなってなったときに、最後学歴で選ぶことはないと思いますけど、学歴がどこまで反映されるのか、要は足切りを突破したらもうあとは一緒なのか、言うてもやっぱ東大は多少のあらは目をつぶってあげたくなるもんなのか、そこら辺のことが知りたいんだろう今しかは。そうなんですよ、全部翻訳してくれました正直マーチカンカン同率の中でどっちがどうこうは正直僕個人全くないですね。同志社だから上げようとか法政だから下げようとか、その別全くないですね。そこの評価レンジにおいて総計とか東大京大とかになってくると、とはいえでも努力してここまで来てるんだよなっていうのはなるほどね、何かあるはずだと。そうです、どっちかというと評価はもちろん公平につけるんですけど、面接って基本的に減点法じゃないですか。要は持ち点100点から、はい用意スタート、こんにちはよろしくお願いしますから始まって、こういう考え方なんでちょっと合わないかなとか、こういう努力経験足りてないなちょっと微妙かなとか、こういう発言しちゃうんだ空気読めないのかもなっていう、その減点がまあ入っていって、面接終わった30分後なり1時間後になり、持ち点何点あって、それが5回ぐらいに超えてるかどうかで5決まるわけじゃないですか、うん、そうなんですね。それも知らなかった。それは確かにこのチャンネルで500回ぐらいその話してるんですけど今まで面接は何人ぐらいやる。何人だいたい1000は1000は余裕で言ってますよ。うわ人事8年ぐらいやってますから、ね、1年で何人ぐらい。仮にデイリー5人だとしても 25×4 で月100人なわけですから、年間1200人、もっとですね多分下手すると1万人ぐらいって言うんですよ。ってなった時に、じゃあその30分1時間のやっぱ時間の使い方もちょっと怪しいなとか思うと、減点要素他にないから大丈夫かなっていう探し方になりますし、それが正直人間なんで僕も東大とかだったらちょっと微妙かもなと思いつつも、なんかいいところすごいところあるんじゃないかなっていう、その減点要素探しじゃなくて加点要素探しに多分高学歴帯とかの方がなっちゃうっていう、まだなんかこうそのフェーズなんですよ僕は。まだなるほど、東大に入ってる時点で努力
くする基礎的な能力は備わってないじゃないとそもそも東大にっていう話だし、分かんないけど法制とか感覚とかで平均レベルが高い会社からすると受験勉強ではまあ努力できるラインはほぼ最低ラインを超えてるぐらいだから、加点要素欲しいなっていう気持ちになるっていうことなんですか。そうですそうです。あとやっぱまあ私立の方が、あとはやっぱギフテッドが混入するというか、ギフテッド、いや例えば帰国子女枠で中学から入って内部進学ですとか、早稲田とかもいません、内部進学組と一般入試組と、あと指定校とかもあるじゃないですか、はいはいはい、進学校の中でもそれこそ奈良みたいなところもあれば自称進学校に近しいようなところもあって、でもこの下の方の進学校の中でもマーチ官官同率の指定校とかって枠あったりすると、もちろんその中では成績上位なのかもしれないですけど、周りそんな勉強しないような人たちの中で1位取って指定校でどうしていきましたの人と、名門進学校の中からもっと上の国公立目指したけど滑り止めでの人って同じ同士でも違ったりします。おお、なるほどね。内部進学でもやっぱりだいぶ指定校あかんって。やっぱそうですよね、はい、やっぱそうですよねえでも実際それっていざ仕事になった時にやっぱ感じるもんなんですか、その仕事の効率とか仕事の出来っていうのは。そのそれは多分別の要素がめちゃくちゃ生まれるので、上司の指導の仕方もありますし、一歳ってなった時に努力経験だったりとか、なんで結構結構僕東方で指定校で総計行ったやつらって、まあ一般でも絶対通るだろうなっていう、普段からめっちゃ努力してる人が行ったイメージなんで、はい、指定校は結構僕の中では評価高いというか、レベル高い進学校から行く人たち。そうなんですよ。あ、そうなんだ、はい、僕ちなみに指定校なんて今高いしてきそうだけど、俺指定校で行ったの分かった。あれ高校どこですか。高校大学大学があるじゃない。一般の付属ですか。優秀。だからそれこそ僕の高校でも58ぐらいですけど、早慶に行く高校とかもやっぱりいるけど、灘とかで滑り止まらなくてとか、ここも混在してるから分かんないっていう。そうですね。まあそこのバランスすごく難しいんで、私立ってめちゃくちゃいろんなレイヤーの方混在してるんで、そこのマップ作ってください。じゃあ高校がバカ校、普通校、進学校、はい、でその中で指定校、栄養、一般で分かれて、はいはい、その下に大学があって、はい、それを就活偏差値でランキングつけて。それいいっすね。ちょっと他社の人事の方と交流して飲んでる時に作ってみようかな。いやいや、それは熊谷さんの偏見作るから。偏見ですか。例えば東大附属の指定校でしょ、はい、これはどうなんですか。全然ありじゃないですか。めちゃくちゃありなんですね、はい、高校名門じゃないですか、かなり結構いいところ、はい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 、じゃあ総計の中で一番人事が大丈夫かっていう目線を一番向けられやすいのはどういうルートの総計なんですか。スポーツ水です。あ、それはそうですよね。でその次は内部進学。ああ内部進学だってさ、俺内部進学頭いいと思ってるんですね。いやだって高校でさ、アホでもさ、早稲田の商学部とか言う、絶対俺外、俺よいぞって早稲田の内部進学の方がみんなおっしゃるのが、内部進学ってマジでピンキリで、例えばじゃあ早稲田の例えば政経の首席とビリって両方内部進学らしいんですよ、大体、うんうん、中学とかから早稲田入るような人って多分ポテンシャルめちゃくちゃ高くて、普通に一般に大学入るより下手しむずいじゃないですか、うんうん、その中でちゃんと努力していった人は早稲田政経で首席になるような人にもなるけど、別に進学できるからっていう安気に流れるゾーンに行った方は多分勉学においては学部に所属してるけどもビリみたいな、うん、なので内部進学の人は結構見極めちゃんとより一層シビアに必要だなって。次は次指定校じゃないですか。AO は AO より。あでも AO はまあ AO AO だってアホの略で AO だと思う。でも AO ってさ、それこそ俺らの世代なんてさ、超奇人変人のさ、そうですね、今ではだって半分 AO になるみたいに言われてるんでしょ。6割ぐらい大学によっては AO で。マジですか。人事の時見た方がいいっすよ、 AO かどうか。結構一応見るようにします。その進学方式何かなっていう、一般受験なのか。6割東大も AO が始まると。そうですね、推薦の。でも東大がやるぐらいの AO だったら別に、まあまあまあそれはね、それ偏見ですけど、例えば東工大の大学って数学だけで入れる受験があったり、今は話があったんですけど、はい、そういうのは AO と近いっちゃ近い感じだと思うんですけど、そういう入試形式も見るんですか。国公立は正直そんな細かく見ないですけど。それって聞いても高等のあれですよね、確認する手法なくないですか。ないです、ないですけど、別に向こうも一般受験の方が評価されると思ってわざわざそこで嘘つきに来ない。まあ今はね。でも今後どうかって怪しくない。この動画が出たら、うん、熊谷さん、そんな影響力ありますか。一般です、一般です。そしたらもうあれです、受験票のスクショ見してっていう感じですか。怖っ、怖っ、怖っ。でもそれは知らなかったですよね。やっぱじゃあ中高は進学校の方がいいんですね。結構高校偏差値めっちゃ見ますね。それで言うと論点ずれちゃいますけど、浪人とかもないですし、やっぱポテンシャルもろもろ。逆にビリギャルみたいな人はマジリスペクトします。逆にね、逆に高校偏差値30、大学受験自分だけ慶応受かりましたみたいな、めちゃめちゃすごいなと。まあ、環境に流されず自走できるっていうことですね。そうですそうです。中途半端なとこで中途半端にチヤホヤされて指定校とかは逆に危ないよというか、指定校もまあでも内心しっかり取ってるとね。じゃあ逆に僕みたいに進学校の落ち校、俺はどうなんですか。最高っすね。
あ、それ最高なんですか。エリート崩れって呼んでるんですけど、はい、エリート崩れですか。いや、そのスペック上ね。いや、僕もでもそうです。結構受験負け組なんで、はい、そこからの反骨心で頑張れる人って特にベンチャー向いてるんですよね。王道王道王道で行くんだったら、いわゆる一流名門企業目指すじゃないですか、はい、ポテンシャルは本来あるはずかもしれないけど、どっかで挫折してて、でも挽回したいマインド持ってる人って結構ハマるというか、ベンチャー受けみんないですよ、そのエリート崩れ像。へー、確かに待遇的にもそのわがまま言わないだろうし、だけどやる気はめっちゃあるかもしれないし、はい、いや、わがままどうこうっていうよりは、やってやるぞ、成り上がってやるぞマインドが、俺はこんなもんじゃないはずだみたいな。なるほどね。なんで浪人とかもいいですね。なるほど、ね、あ、そうなんですか。いいというか、浪人自体がいいんじゃなくて、浪人したことによって、浪人していたとか超めちゃくちゃすごいじゃないですか。諦めなかったってことです。経営する側の目線で言うと、会社入った時に能力もすけど頑張るかどうか、会社の仕組みで頑張らせる仕組みを作るのは会社もちろん頑張るんだけど、仕組み以上に本人が自分のために頑張るかどうかって、うん、結局その反骨心だったり生まれ育った環境だったりとかで結構決まるんで、うん、仕組みにのっとって頑張るのは普通のやつで、仕組み関係なく別に何時までって言われてんのに勝手に家で自主的にやっちゃうやつとかっていうのは反骨心ありきだったりするんですよね、うん、それがエリート崩れが一番強いんですよね。そうです。目指すとこ高くなってますし、うん、挽回したいマインドがある人はやっぱ強いですね。だって今しかも挽回したいってなってインフルエンサーとして頑張って、確かに確かに、ね、この年年収1000万超えてるわけですから。エリートダメですよ、崩れの崩れみたいな。崩れ崩れゴミ。ゴミではないでも成り上がってやろうがあるから頑張ってこう言ってるわけじゃないですか。成り上がってるよお前今。ちょっと褒められてます、初めて熊谷さんに。嬉しいっすね。ショッピーさんもね、成り上がってやろうってね、三笘にね、似ていってるから。徐々に似てってるんですから。そうっすよね。じゃあこの動画は逆に伸びそうっすね。指定校、栄養、はい、一般、内部進学、高校進学校、高校一般、それぞれの序列、うん、ついに決まりましたってサムネで。コメ欄見ないようにしよう俺。はい、そんな感じでカンカン同率人気就職先ランキングでした。ありがとうございました。ありがとうございました。